ナミさん、日々の更新本当にお疲れ様でございます。体のステーキングの方もね、まあナミさんからこうやって送られてくるのを見て昔のことをね思い出しますね。昔って言ってもそんなに前のことではないんですけども、もうそう 7,8 年前でしょ、ナミさんとお会いしたのは。でそれからまあ電子書籍など吉谷さんとの関係などありまして、私も新潟に伺うことができてね、憧れのへぎそばをいただくこともできたし、それからね、ナミさんの娘さんと、まあ少し関わることができて、非常に嬉しいなと思っております。まあ、新潟といえば、ちょっと一足伸ばして、すぐに行けるようなところではありませんけども、でも私にとってはね、非常に思い出深いところになりました。で、新潟に、新潟速稼塾っていう名前をね、初めて付けてくださったのも、ナミさんです。私の速稼塾は今、他の地域にもあるわけですけども、ただやっぱりね、広島を除いては新潟が初めて速稼塾